はようございます。ウェザーニュースの高山菜奈です。全国の天気をお伝えしていきます。今皆さんに見ていただいているのは千葉幕張の様子です。今日は雲が広がりすっきりしない天気となっています。そして西日本ほど今日は日差しが届きそうです。それでは全国の天気アイコンで確認していきましょう。全国の天気をお伝えしていきます。今日は西日本ほど日差しが届いてお出かけ日和、そして気温も上がりカラッとした暑さとなりそうです。熱中症対策、紫外線対策しっかりと行ってお過ごしください。で、東日本や北日本では雲が広がり時々雨が降りそうです。お出かけをする際は雨具をお持ちください。北陸などでは日差しが届いていても天気急変に注意が必要です。そして昨日梅雨入りが発表されました。沖縄や奄美の方では雲が広がりすっきりしない梅雨空となります。雨具が必要となりそうです。で、北日本や東日本では今日はひんやりとした体感となりそうです。服装でうまく調節をしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。この後も素敵な時間をお過ごしください。